ほい、こんばんは。どうも。よいしょ。ふわ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 、こんばんは。今日は愛媛の島に行ってきました。学祭がそうありまして、盛り上がりました。そう、体育館がステージで確か照明とかはなくて、ステージを作っていただいて、そう MV みたいな感じでしたそうなんですね。なんかそう、そうそうそう、黄金ダイヤモンドとか涙スプライズとか、そうそうそう、確か体育館でワイワイした感じでだったからさ、将来の STU ファンの方も、学生さんもね、いらっしゃったかなきっと4月の8周年コンサートに来てくれる学生さんいると思います。多分みんながよく知ってるであろう会いたかったとか、ヘビーローテーションとか歌いましたね。やっぱヘビーローテーションはすごいですね。ちゃんと括弧の方を言ってくれるから私たちが「アイボン中」って言ったら「アイボン中」って言ってくれて、すごいなって。盛り上がりましたよね。どの年代の方でも知ってる。そうだよね、しかもね、なんか前列にいていらっしゃった学生さん、なんか多分今日6人分のうちわ作ってくれてたのかな。名前が書いてあってすごかったよ。作ってくれたんだなって、
そうなんや。ね、なんかやっぱり学祭って結構未知で未知だから分かんなかったんですけど、しかもね、今回は、まあ、事前にお知らせはあったし、ね、体育館ってどんな感じなんやろうって思って来たら、なんか結構ワイワイ聞こえてきて、あれ？なんかワイワイしてるってワイワイしてるぞと思ったよ。オーバーアーチは乗って出た瞬間、わーってなって、みたいな。ってなりました。しかもなんか私がびっくりしたのが STU48 ドゥーンってなったら、はいはいみたいな聞こえてきたんですよで、えって思ってあれってそうはいはいって聞こえてきて、そうそう、多分それに、それも多分そう、そこで一体感になってもうみんなで声出そうってなって、すごかったよね。そうそうそうね。しかも今回の学校がね、船とか海に関する専門の学校だったからね、ぴったりだなと思いましたね。そうなんですね。だけんコンサートね、また来てくれたらいいな。そうなんですよ。ありがたいですね。てか学祭のゲストっていうのもなんかすごい世界線だなと。STU としてもね、船のお仕事とかよくありますからね。明日はショーケースライブがありますね。昼夜ですね。なんかしそうななんちゃらっていうのがちょっとあれなんだよな。例えばなんかあんま得意じゃないんだよな。
コール頑張ります、ありがとう。ドキドキだけどきっと喜んでもらえるかなって思いますね。うん、松さんありがとう。どうありがとう、誕生日おめでとう、ほめおめでとう。さあ、早押しの1年に。イエーイ。複数年契約、お、ありがとう推しですよ、クマかわいい、クマ複数クマ、クマ耳、なんかクマ、手でクマ耳つけるだけでなんかクマ耳になるね。すごくない？これは？見える。これは？見える？見える？でも一番雲が見えやすくない？なんか
猫も。シナモンも見える。ピアノちゃん、ピアノちゃんもこれかも。ピアノちゃん、ピアノちゃん、は今日久しぶりにのメイクさんに会ったな。私の生誕祭の時に一回お休みしたんで、今日復帰だって。だからもう最後と最初。私で、これ、そう、髪の毛してもらった。なんかここをねじって、なんか猫みたいに、みたいな。猫みたいに、お願いしますって言ったら、おう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 って。見せてもらいました。本当にありがたや。タカは相変わらずだなって、え、それ言われたんですけど、え。え、それ言われたんですけど、私メイクさんに、え。いた。メイクさん。メイクさん現る。言われた、それ。なんかの話の流れでそうなったんですよね。めっちゃ話しやすい。ミクさん嬉しいだけ、復帰してくれて。何の歌わかんない。わかんない。今のは勝手に今作った。勝手に作ったよ。人はよろしくっす。ペンライトは赤と黄色です。ごまかそうとしてるの？え、全然。全然。で、水、あ、ご飯食べれた。チュロス。やっぱチュロスはね、いいね。
私チュロスね、ちょっと来年プロフィールに好きな食べ物に追加するかもね。追加しようかな。でも種類があるんだよな。あ、次細いあのチュロスも好きだけど、あれなんて言うんだろうな、なんか種類があるんだよね。でも買うならシナモンかな。そう、ちょっと分厚い。あのテーマパークにあるようなチュロスもまあ美味しいけど、あれじゃなくて、なんか紙コップに入ってるような、なんか入れ物に入ってる方のチュロス、あれなんて言えばいいんだろうな、あのチュロスのこと。なんか味が違うんだよね。ゆっくり言って。え、嫌です。え、嫌です。何か企んでる、なんか企んでるな。おや、なんか企んでるな。感じ取ったぞ今。センサー、危なげセンサー発令察したよ。うん、何かゆっくり言って系はちょっとあのセンサー発動する。何かをゆっくり言って系はね、分かってきたぞ。あとなんか10回言ってのやつ。10回言ってけ。10回言わないよって分かってるんだよん。分かってるんだよん。ふ。ふふふはふふ。ウイロー美味しい、よかったね。今のこの話の流れからして急にウイロー美味しい、いやよかったね。昔の純粋だった、私純粋なんだね。なんか言い方がちょっと、えウイロートラップ、え今が純粋じゃないみたいな。私は変わってませんよ。私は変わってませんけど、今でも純粋だよね。今でも。なんか自分で言ったらちょっとおかしいな。
私がみんなの、そう、うん、天使だからさ。そうだよ。天使だからさ。ってみんなが言ってた。ってみんなが言ってたよ。だからありがとうって言って。ありがとうって言ったよね。そうだよ。明日か、早いな。はやはやはやは。はやはやはやは。なんか天使の画像もう載せるタイミング失っちゃった。載せようと思ったけど。いつのせよ。もうハロウィンは終わっちゃったからね。だって10月4日はもう終わったしね。いつでもいいの？面白い、うん、あ、面白い。あ、いい推しの日、明日や。ほっぺを貯めてみた。ほっぺチェック。ほっぺチェック。そう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 、チェックしておこうかなと思って。耳たぶ、耳たぶのチェックはしなくていいよ。それはもうする、あれ、必要性はない。それはしなくていい。
言の達人さんや。うん、そんな別名がついたのか。そんな。次どうしようかな。なしという可能性もある、もしかして格言の次。あ、ない、ない、あ、ないですね。あ、ない、あ、ないです、あ、ないです。なしや、なし。なしや、なし。とりあえず、まあ、12月後半までは迷おうかな。まだまだ2ヶ月あるからね。の最後プレッシャーとかはないな。結局私の格言って言ってるけど、一番それを守ってくれてるのがさや語録っていうね。格言言うてますけど、実際のところさや語録なんでって言えるからね。それが守ってくれてるよね。確かに、なんか最後これにしようって思ったのあったけど忘れちゃったな。なんだったかな。うん、なんだったかな。やっぱりメモしとかんと忘れる。ありそうな歌詞。歌詞考えようかな、私これから。歌詞考えても、もしその歌詞考えたとして、でそれがもし MC に上がったとして、じゃあそれで作詞作曲しましょうってなって、そういう無茶ぶりがあったとしたら。ちょっと難しいなぁ。いや、ちょっと作曲のセンスはちょっとみたいな。作詞はちょっと
興味はあるんですが。作曲後から見たら何言ってんだっていうやつが意外と良かったりするよね。作詞いいね。AI が作ってくれるか、それも面白いね。でも作曲のセンスはないんだな。結局ポエムだけどね。ポエムっぽいけどね。もしかしたら私が作詞したのを毎日作詞して、でそしたら作曲家の方がもしかしたらそれで曲を作ってくれるかも。そうなったらすごい。2024は格言家になって、格言の世界にね、名を知れたと。そして次が、来年、次は作詞の世界に名を残すと。それはありですね。結局この何か続けるにはその先どうなりたいかがめっちゃ重要じゃないですか。え、このアイドル作詞もするんだみたいな。そうしようかな。めっちゃ恥ずかしいけどね、毎日何言ってんだって思われるけど。もしかしたら格言よりも自由だから自由にいけるかもしんない。作詞だったら 何がテーマでもいいから結構いいかも。1年で365通りの歌詞。格言だって結局あんまり暗いこと言いすぎたらなんか時々言われるんですよ。明るい朝だから明るい格言がいいですみたいな。そう、心配されちゃうし。そうなんですよね。どんどんそうなっちゃうんだと思うんだけどね。1年も続けたら。そうなんよ。
いや、作詞でも暗い歌詞も作りたい。暗い歌詞作りたいな。心配しないでよね。でもどうやろう、格言より歌詞の方が変身しづらいと思う。しづらさあるよね。え？みたいな。これにはなんて変身すればみたいな。はてな増えるか。やだな。はてなやだな。はてななんなの。何やったんやろ。それだったらもうやめるかってなるもんね。結局何をするにもつきものですね。むずいなぁ。そうそうそう、まあそうだ、変身、そうだよね、変身がまあ嬉しいけど、変身してくれたら。でも変身をしてほしくてやってることでもないけどね。目的がちょっと変わってくる。ですよね。そうなんや。でも返信少ないと、あ、少なくなったなっていう感じはあるから。あ、少なくなったよって。それなぁ、難しいね。もうちょっとね、もっと。まだ始まったことが決まってないからね。頭の片隅に入れておこう。何かはしたいと思ってるんですけどね。そうだね、格言も最初は反対もあった。みたいな。格言っていうのはありましたかね。やっぱ最初はって。おはようだったからね、最初。おはようじゃなくて、おはようの画像じゃなくて、格言
に変わったから。マジかーみたいな。でもなんだかんだ続きましたね。そんなこともあるもんだな。そう、結局ね、格言のファンの方、そう、格言のファンっていうか会話の切り口になったり、うん、そうなんですよ。聞き始めてよかったなって思ったよね。ね、そうだね。少しはきっかけになったのもあるのかな。やっぱり。あの方もだけど、やっぱスタッフさんからも結構人気ですね。どうも。むむむ、もっちもっちありがとう。ナウシカ、誕生日おめでとう。明日会いに行きます。おお。誕生日。
待ってるね。うふふ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 。6に承継されるって、次はいつなんやろね。12月あるんやろか。リップがついた。なんかカラオケしよっかな。今日歌ったやつ歌おうかな。会いたかった。カラオケで歌うの？全然歌わんな、これ。いきます。やっと気づいた、本当の気持ち正直に言うんだ。たった一つこの道を走れ。好きならば好きなら
さ。そんな上手に話せなくてもストレートでいい、自分らしい生き方で走れ。会いたかった。とハッピー。うん。I feel you
僕のイマジネーション I feel you I touch you I hold you この想いをリンリン伝えてほしいからヘビーローテーションして24時間君だけリクエスト中 I want you I need you I love you 君に会えてだんだん近づくその距離にマークスハイヘビロテ。なんか音。11月のグレット確かに11月になったし、ね、よいしょちょちょちょI'm not the one who's running away.
出会えたのならしょうがないって諦められるかな。幸せなニュースマスなのに少ない口数、引き止めてよなんて責められてるような気がした。オープンテラス、ガラス窓の向こう側、この空と渚から色が消えたみたい。あの夏のアンクレート今すぐに外そうか。波打ち際を走った素足に揺れていた足首の思い出よ、眩しい日差しの下で寄せるささなみ、水しぶきまで切なくなってきた。思い出はいつかどこかで片付ける。つまり誰の家までこのまま送ってくよ。アンクレートアンクレート、左の足首に11月のアンクレート、今でも外せない。君にもらったあの日の二人のシークレ、さよならにこんにちは、僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって諦められるかな。君の勝ち。オーケー、君の勝ち。こっちのもの早送りカレンダー、街角のカフェのテラス、パラソルやっと開いて、待ち望んでた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘っていいかい。今年こそ二人きりで泳ごう。脳しぶきが得た頃に僕が君を迎えに行くよ。ワオワオさあ、ワンツースリー、青空をもう連れてこい。ワンも僕
眩しい木々のセミが鳴いたらためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう。君が好きだよ、大好きだよ、この気持ち伝えたい。季節前に首だけなんだ僕の負け、早送りされんだ。紫外線じわりじわりとなんだか強くなって袖をまくった分だけ肌が焼けるよ。この膜を脱出したら砂浜で見つめていいかい、夕暮れがやってくるまで眠ろう。どんな水着着替えるのかな、でも誰にも見せたくないよ。ワオワオさあ、南風を吹いてくれ、胸の奥ざわざわと青い白い、まだおとなしい、考えてる余裕ないぞ、燃え上がろうぜ。僕を好きか、大好きか、そんなこと聞けないよ。夏がきっとこの先に期待して準備中、情熱は誰んだ。君が勝っとるね。気づいちゃった。気づいちゃった、気づいちゃった。わーいわい、わーいわい、気づいちゃった、気づいちゃった。わーいわい、えいひゃ、ワン、ツー、スリー。んー、そうなんだ。いつも勝つのね。
怖い。
き。前しか向かねえ、横を向いたら涙に気づかれるから、遠くを睨んで奥歯噛みしめ、この道を行こう。お前と出会いずっとつるんで、青春の日々に反抗をしてた。人生にとって大事なことは未来にあると俺たちは知った。今が楽しくても永遠に続くわけじゃねえ、しがみつくな。前しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけど、もう後には引けねえ。歩いた道振り向いたって、風が吹いているだけ。俺が恋して破れた夜は、ガキの頃のようにブランコに立ち、汚い言葉大声で叫び、そばにいてくれた優しさが染みた。どんな辛くたって悲しみが続くわけじゃねえ、強く生きようぜ。前しか向かねえ、別れの時明日を信じようぜ。お前がいなくても俺がいなくても一人で生きられる。別々の道進んだって、空は繋がってるんだ。しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけど、もう後には引けねえ。歩いた道振り向いたって、風が吹いているだけ。しか向かねえやな。強く生きようぜ。
元気出ますね。ぼーっとしちゃった。すいません。僕は君以外見えてない。
どんなに願っても叶わないこと分かってる。君だけが君だけが君だけが気づかない僕だけの花でいい。息をするその度また好きになる。終わらないリフレイン。好きになる希望的リフレイン。するで。生きてりゃいいことあるもんさ。自分のことがずっと嫌いだったんだ。死んでしまいたいと思ってた。やりたいことなんか別に何もなかったし、将来の夢を考えたこともなかった。学校なんかなくなればいい。友達は一人も欲しくない。どうして僕は生まれたのか。命の使い道を磨きしかない膨大な時間と怒りと絶望を紛らすには真夜中全力で走るしかなかった。君と出会って泣けてきた。なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知っても一人の自分に気づく。自分が変わるなんて信じられないよ。だけど別人の僕がいる。誰かと話してたいなんてありえなかったし、明日のことなんか楽しみにしたことなかった。未来はいつだって憂鬱で世の中面倒だと思ってた。どうして人は生きるんだろう。何を残したいって言うんだ。たった一度きりの人生だけど捨てたもんじゃないってことさ。そうよや今になってわかった気がするよ。君の胸で泣かせてくれ。今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。ああ大好きだ。
やっと出会った大事な人がここにいる。ああ大好きだ、君のために生きる。君と出会って泣けてきた、なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知って、もう一人の自分に気づく。胸で泣かせてくれ、今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ、気づかせてくれてありがとう。どうにか生きてやった、誰かと出会って愛を知る。最高、めっちゃいい曲やな。愛を知ったね。愛を知るだね。神曲ですよ。ビンゴ。考える？考える？この前歌った気がするけど。12月じゃないけど、まあ、いっか。
迷うカンガルー、どこへ行くのも一緒だよ、胸の弾む鼓動が密着してる分ことよりも愛を温める。最後はビンゴにしよう。訳なんて何もない、しょぼされた瞬間、稲妻に打たれたの。理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた、ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた、ビンゴビンゴ、今日までは決め売らず待っていて、よかったわ運命を味方に頼みる、ウォー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 、ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい、神様に感謝する、偶然はいつだって予防されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび息をするのも苦しくなってくる、ひとひとど真ん中に人人、私のハートが盗まれた、人人、どこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ、 Oh my god、
ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日までは決め振らず待っていて、よかったわ、運命を味方に並びる。ひとひとど真ん中に命中。ひとひと私のハートが盗まれた。ひとひとどこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ。Oh my god。ビンゴビンゴでした。ここまで来たら僕のタイ歌いたいな。いけるかな。なぜか僕対しとったら歌いたくなるよね。いけるか。人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。行こう明るく、嫌なことの一つくらい誰にもある。下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る。永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。
しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ君は、夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る、青空を今諦めないで、時には雨だって降るだろう、泣かないで僕の太陽。太陽は何度も夢を見る、雨雲にもし覆われたって、待ってる誰かを思い出して、君だけが僕の太陽、君だけが僕の太陽。だからいい曲やね。懐かしいな、なんか。終わり。あ、ちょうど買った。最高です、ありがとう。もっちーちゃん、まつさん、みつるんさん、バリーさん、しんじさん、きちねさん、まじレッサーさん、せいやんさん、りょうへいさん、としささん、がみさん、たかしんさん、のぶさん、あきやんさん、かたむつりさん、F 渋谷さん、ミッドナイトシュガーさん、まいせんたん、さとけんさん、おしゅいちさん、鳥取太郎さん、オーサムさん、モテキさん、ゆいぞうさん、コッペさん、リアランスさん、まぼろしさん、ロックオンさん、台湾のコウさん、ふたてさま、ラクラクさん、中村みちひろさん、カンテさん、フジポンさん、ありがとう。ありがとね。イエーイ。あったまりました。はあ、ありました、ありがとね。はあ、急にあくび。酸素かな。お、酸素が珍しく酸化ね。珍しく酸化なのか。ほほ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 。急に。明日楽しみですね。
そういえば早起きだったわ明日。東京寒いのかな。寒いのかな。まだ大丈夫。ああ変わらんか広島と。アウター持っていくか持っていかんか。夜寒そう。おー、あふれ。やべ。思い切りやっちゃった。夜寒そう。じゃあねー、また会いましょう。また会いましょう。バイバイねー。ありがとう。バイバーイ。